久保さん、地味ですねネットビジネスほんと地味ですよまあ僕もそのね当時ねなんか派手に見えましたけど、まあ、実際中入ってみるとほんと地味なことしかやってないんでやっぱそのギャップですよねそのギャップがやっぱくる一つ苦しめるとこじゃないかなとは思いますけどでも逆を言うとやりきっちゃうと楽になるんですようーん やりきっちゃうとすごい楽っすねうん例えば1000リストを集めるまでは大変かもしれないですけど1000リストを集めた後ってあの楽なんですよねうんまああとお客さんとの関係性信頼関係を作るっていうのは大変なんだけどもあのその後は楽になるんですよ例えば男女関係で言うならば最初その彼女にするためになんかああだこうだ 大変かもしれないですけど、まあ彼女になって、一緒に同棲しますってなったら、どんどん楽になりますよね。そう。どんどん気を使わなくなるというか、昔はね、気を使ってたけど、だんだんその、気を使わなくても、まあお互いに、なんすかね、うん、まあ心が開いてるみたいな感じですかね。うん、自然で入れられると。でも、一番初期は心臓ドキドキしてね。 ま久保さんもね、多分今心臓ドキドキはしないと思うんですよ。でも一番最初、デートするときとかドキドキしたと思うんですけど。久保さんね、何歳差すか ?20 歳ぐらい差がありますよね、多分ね。<laughs> すごい、すごいなと思いますけどね。<laughs> はい。いってらっしゃい。